究極でこの隠し戦場って言ったらマジきついな。勝てる自信がない。うわ、アザイ強えな。あー、徳川まだ小牧か。いや、アザイ残したいな。ちょっと徳川行くか。しゃあねえな、行くしかねえか。戦つと戦わんといかんけど、いいんだけども、おめえらはまだ知らねえ、この戦こっちに向かってくるんだな。どんな恐怖が待ち受けるか。一気じゃ一気じゃ、打ち壊しだね。徳川最大の武器、それは人海戦術よ。うわ、これはハメだ。いて、はい、うわ、もう来るんか。おめえらにできることなど何一つねえ。ほっ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 、戦った。おめえさんだったらたくさんの他を耕せそうだべ。戦つ殿に続き、小牧の覇者は徳川よ。戦つ殿は押しも押されもしないんだぜ。よいしょ。戦つ、この戦況に拉致を開けよ。よいしょ。俺たちにも夢がある。おめさんはどうだ。撤退するほか手などなし。待って、後ろ取られたな。これでとりあえず突破かな。この木に乗じて攻めるのだ。 HP バー長えな、戦って一時停止だ。すぐ活動するからこいつ。雨雨雨ぞ。一体な、何が。まさかのまさかだよな。我が軍の働き、まっことあっぱれだに。そう、こういうことをしてる間にね、多分ね、すぐ来るんだよね。徳川の力を舐めるんじゃねえぞ。だからパッパッと突破しねえと。ちょっと HP やべえし。さすがはイツキちゃんだべ。そんなに褒められると照れちまうべ。カーブしの意地を見せるのだ。そう、100人は倒したいな。そろそろ戦つが再出勤するんじゃないかな。みんな力を合わせるんだ。あ、くる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 。戦つ、早いな。よしよーしじゃねえよ、よーしじゃねえよ。目の前に湧くんだよこいつ。バカだ、まさかのまさかだった。しかも強くなってる。甘すぎて虫歯ができるわ。戦つ様、爽快感あふれてるぜ。うい、拙者矮小なるこいつに行こうだね。オラも覚悟は決めた、今回はね。強すぎる、とても人とは思えねえ。みんなまだだ、頑張るだ。戦つ、圧倒的な力で見せよ。我らでは持ちこたえられません。まずまずい、まずい。人間なんかじゃ太刀打ちできねえ。よいしょ。笑って飯食いたくねえだか。行け戦つ。早いな、ブースト。
あぶね。オッケー。で蘇生する前にパッパと行くか。行っただろ。甘すぎるとな。あと50人倒していこう。オッケー。お野菜食べねえと。ほくろから毛が。ほくろから毛が。これ移動ソフトアップもつけるのもいいかもね。パッパといかんとな。3度目の復活あるかな。ちょっとだる。オッケー、さっさと行くぞ。もうすぐ来るからな。主に捧げたこの命を見よ。そここは三河武士の生き様を見せよ。よいしょ。よし、全開した。よかった、なんとか HP 全開できた。いやー、ここマジで怖い。みんなかっこいいだよ。いつきちゃんこそかわいいね。無視、これは無視。ニャグに倒したいけどな、ぶっちゃけ。あ、来た、マジ。忠勝はさらに強い。来なくていい、来なくていい。うわ、だる。これぞ、ただ勝利するのみの男よ。お、だるいって。忠勝はな、お子様のお菓子とは違うのだ。無理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 。拙者の墓前には白い腹を生けてくだされ。これだから徳川軍はやめられない。きつい。見たか、戦国最強のお出ましだ。ちょっと待って、きついな。お姉さん、米の作り方を知ってるだか。これが戦国最強本田忠勝の力よ。もう撃っちゃった。はやいち、もうこんなところに。王さんなくば鬼に下され。お早く。めでたいべ、ぶっ飛ばす。100でね、また溜まるんだよ。力の限り戦った。悔いはない。なんのなんの、これから食べ。戦わず、そのまま一気に駆逐しろ。戦勝が来たぞ。まだ死にたくねえ。これ以上オラたちの米は渡さねえ。よいしょ。これが戦国最強。とりあえずもう一回戦勝倒してみる。戦勝様の前じゃ HP きついけど。ゴミのようだぜ。三河の力天下に知らしめる。きつ。おぶれ。争いの先に平和な世界があるわけね。いけいけ、負けるな、戦っちゃう。どうなる。あ、いた。ああ、そういうことか。戦っちゃう、ここで倒してみる。あの瞳、愛苦しいべ。勝て。最強。くそ、あいつ、いいやつだったのに。あぶねえ。どこ。きつ。忠勝とおめえらとの差、あまりにもでかい。よっしゃ。3回やったよ。強かった。撃破、よっしゃ。撃破できたわ。何が起きたって。
よっしゃ、ちょっとここでちょっとちょっとゆっくり回復しよう。あなた様こそ。よいしょ。ちょっとカットかな。皆さん真似はしちゃダメですよ。あ、もう出てこないか。ちょっと普通に回復しようか。よし。あ、まあ、ちょっと押しちゃった。もういいや。やってやる。オラにはでっかい夢があるだ。おめえさんにもでっかい夢があるそうだな。小さくってもオラ頑張るべ。三河の武士の結束力、これ天下一。屈服はせん。わしが時代を作る。おいで。どうした、おじけづいたか。まだ負けが決まったわけじゃねえ。そう、はいよ。この風、この匂いこそ合戦よ。よし、行ったね。いや、ギリギリの戦いだったな。もう死ぬかと思ったもん。だから嫌なんだよ、小牧長くては。戦いが強いから。俺たち頑張ったよ。頑張ったよ、本当に。今持ってけろ。初めて戦いを3回倒したわ。わ、めっちゃ武器が。すげえ。お、40レベル。お、大寒波レベルマックスになった。やった。いや、超ヒヤヒヤしたわ。あ、鮮やか落ちたか。マジ。本願寺行きます。どうしようかな。防御に曲振りしようかな。それか攻撃か。攻撃は十分あるから防御しとこっか。まあ本願じゃ前回使ったからな。なんか懐かしいな、お前。寝床は仏まで十分じゃ。筋肉了解。いや、なんか久しぶりの平和の戦場やな。前回松永と本田戦って戦場行ったからね。本田忠勝戦場というか、小牧長くて忠勝がめっちゃ強かった。で、3回ね倒したんですよね。ギリギリ死に物狂いで倒したわ。よかったらね、再生リストに貼ってるんで、いつき編のパート2の方かな、ご覧ください。かなりねシビアだったよ。ほら、みんなを信じてるだよ。力の限りやってみるだ。もう残りはもう平和な感じなんで、パッパとやっていきます。いや、徳川はいいんだけど、忠勝が本当に強い。恐ろしい。オラも覚悟は決めた。後悔はねえ。なんで防御アップの装備つけていった方がいいかも、ね、貴様弱がねえのに強えだ。あとね、いつきちゃんが強かったのが良かった。やっぱり。よし。拙者の筋肉もんが。一度の邪魔をする限り、我ら戦うであります。その筋力。いや、筋力。そこは知れませんね。でしょう。300両で買った筋肉香水で拙者もモテモテ。モテモテ。横っ面引っ叩いて、お仕置きだべ。待って、コンボ数すごいことになってる。
200超えてる。行ってきます。いや、クリティカルと氷属性ついてるからね。節操の筋肉に勝てると思ったやりますか。筋肉隊、ゆか下のへそくりを守るじゃ。床の上にて腹筋開始。腹筋開始、よし。大寒波、節操が扱った筋肉体を。これが部屋早く倒さんと切りない。 OK、 でここでちょっとバサラダ打つか。いやー気持ちいい。一番体落ちる。一番好きかもな、バサランの中で2が。うん、4もおもろいんだけどね。これ何とも言えない中毒性がある。行こう。おいよ黒い賢女様は大金持ちの男前であります。大金持ちだけどそんな金稼げんって言うね、ここね。はい、はいだ。これで倒せるね。オッケー、いい。筋肉界ブス来るぞ。ブス即身ブスブスじゃなくてブスって言ってるんだね。ブスにしか聞こえねえんだよやばいよな。ちょっと衣装変えようかな。これ終わったら忘れそうだけど、なんかいつもさ、なんか有言実行しないよね俺。なんか何々しようかなって言うけどさ、結局しないっていうのはあるあるパターン。俺の全ては修行、甘んじて受けましょう。しょ、そう。うでりを上げているであります。はい。敵も相当の筋肉を持っているということか。こっちに。師匠を忍んで腕立て100回開始。よし。勝負じゃ。一回ね負けたことあるんですよね、ここで上杉謙信編で。節操が本願寺賢女である。おー悔しかったわ。この世に帰るものはない。うわあ、賢女も楽しかったな、使ってて。金の力で何でも買うのじゃ、筋肉を買うのじゃ。未来違いだべ。節操の筋肉攻撃を。金じゃ。金じゃ。これ拾え。金じゃ。金だ。ブラウ。
村人もやっぱ金には弱い。なんと寝返ったか。他の神さん泣いてるべ。これは俺の金だ。誰にも渡さねえ。いくらでもあるぞ。ほれゲロエ。いくぞ。いくぞ。よいしょ。金の使いところ見やまったか。いつきの軍でもやっぱ裏切りはするんだなお前ら。あんなにいつきちゃん言っとったのに。俺たち頑張ったよ。神様見守ってけろ。いつき信者でもダメだったか。うん、やっぱこれだな。ザビー教とモーリー。ああでも結局三戦場行かんといけんな。モーリー行くか。モーリー様はトリマーこれと全員船に乗せたいしね。これで行こう。マジでそういうとこやな。船酔いするでねえぞ。全員船に乗り込め。急ぐのだ。オッケー。皆の者、一兵たりとて船に乗せるでない。うまいべ。オッケー。開けてもらおう。何をしておる。進め。恐れなど抱くでない。でここも開いて、もうここはもうね慣れたもんですよ。もう何回言ってると思ってんすか。勝利を信じろ。必ずや我らが勝つ。農民の土地を返してもらっただよ。返してもらっただよ。乗船できたぞ一番乗り。船に乗せるなとあれだけ言ったはずよ。どなたの失策の処罰は覚悟の上か。オッケーオッケー。やったぜ。船に乗ればこっちのもんよ。敵だ、敵が来たぞ。早く船に乗れ。オラたち甘く見てただな。早い、はい、毛利軍がもうここまで。よしよし。オラたちを侮るからこうなんだ。で目の前にいると。オラも頑張るだ。マジ？そっち湧いた？辛い思いはさせねえべ。うわ厄介なところ湧いたな。もう左側。こっちこっち。愚か者が。こっちわかんといてほしい。奴の一族に処罰を加えよ。もうダメだ。ひるむな。乗り込め。乗り込むんだ。よし、ランダムだからね湧く場所が。まだ半分。これじゃ高松城は攻められないぞ。すいません、頑張ります。毛利軍と遭遇。まさか作戦が読まれてる。元気発達。オロナミンシー。こっちに敵だ。さすがは毛利元就。ういもうちょいもうちょい。赤は後で立ててやるべ。オッケーオッケー。よし、とりあえず安否は守られた。突破されたか。使えぬ者どもめ。おっ、ちょうど近くに湧いたね。ありがとう、助かるわ。我が隊乗り込み完了。後続隊急げ。貴様ごときが我が歩んだ道を覆せはせん。あと少し、あと少しで出航できるぞ。待って、
湧いてるやん。なんか知らんとこで湧いてるやん。お、全員乗った。船を出せ。もう完璧。なんたる無様な使いの者どもめ。余裕ですわ。もうよい、我が出る。貴様の蹂躙許すまい。我が名は毛利元成。毛利の BGM 好きなんだよ。元成様の手の内とも知れぬ。よし、俺たちの未来はきっと明るいべ。また一つ世の中に良くなっただ、はいはい、俺たちもちんたらしてる場合じゃねえだ。ねえだ。我が采配に敗北するなよ。オラ、お姉さんから悲鳴が聞こえるだ。やめちゃん、そこで終わりだべ。おいおい、見るがいい。すべてが我が手の内よ。ぶっ飛ばす。我の中ではすでに戦は終わっておる。行くぞ。思い知るなよ、この光の強さ。オーケー。所詮は我も駒の一つ。よし、あと一戦かな。俺たち頑張ったよ。神様見守ってけろ。はい、ザビ行きますか。ゲス、よし、今度は忘れずに衣装変えて。この衣装もいいな、いいな。HP にしとこう。で、はい、はい、ザビー票追放戦。あなた、ハリガミ見て聞いた人ね。見て聞いた人で。ザビー票へようこそ。パラ色パラダイ。何よな。これは海の向こうの。はいよ。ほら、硬いね。最終戦やから敵は硬いわ。という字を3回書いて飲み込んどいてね。いつきちゃん、好きな人いるだかな。つえ、きつ。アテンションザビ、きつ、きつ。距離感やらしいよ。俺たちを侮るからこうなんだ。ほら、もう泣かねえって決めただよ。なんかナイロン宮田は印象深いね。ナイロンは。なんか日用品の名前が多いよね、ザビー教って。おい、でメカザビがいる。はい、これ私が作った傑作め。地味に厄介なやつだ。おお、これが南蛮人か。
挨拶をせねば。そう簡単にご会長はさせませんのかたよ。とりあえずバサラ技で締めればいいね、こいつは。はい、デッドアライブでしょ。あれも覚えたよ。ここも地味に稼げるようだな。いやらしい目で私を見ないでください。見てません。はい、敵さんも弱がねえのに、すげえだ。どういうこと？いやー、ザビー教教に第9節、金のあるものには優しく。マジ爽快、マジストレス発散。今更経験値かけにっていう。これギロチンイバース。よこっつら引っ張って、おしょぎだね。ここは忍耐力が試されるところですからね。とても素敵な地獄の針山が待っていますよ。みなさん頑張ってやっちゃってね。プレッシャーザビー、プレッシャーザビー。いた。お前に判決を言い渡す。懲役100万年。アイデヘイ、おいよ。ハンマー兵は雪転がしていて。うわ、一生懸命攻撃しなくていいから。君たちは、私が死んだら灰はザビー城の噴水に。あなたの実家に腐ったイカを送りましたよ。何その地味な嫌がらせ。あなたなら教祖になれますよ。よいしょよいしょよいしょ。爆弾兵が来るんだよな、ここな。向かってくるんだよ、ほら。こいつ倒すんだけどさ、倒したらこうやって爆発すんだよね。おお、厄介なんだよね。倒しても安心できないというか、空中に浮かせたらダメ。あ、空中に浮かせたらね、結構だるいんですよ。爆発するんですよ。浮かせて着地した瞬間ボカーンと爆発するから。ザビー教教に第100節、厄介すぎる。愛は戦いを生む。悔い改めよ、右手左手。いた。私への挑戦。林病棟社会陳列祭ザービー。
痛い。さあ、愛の成果を見せてあげなさい。愛のため。はい、ちょっと HP やべえな。これザビ城土産め100両で売ってるよ。100両結構安い。ここはもうジャンプで避けましょう。あ、ありがてえ。よし。おお、あなた。早めに倒しておいた方がいい。いいな、こいつは。でも大丈夫。ザビーメカサビってさ、無限湧きなんかな。降臨。世界人類、愛みなぎって逃げたぎれ。うわ、いた。オラも覚悟は決めた。今回はね、力ずくでも愛を示すよ、スノーボー。どこだ。あなたも天国で幹部です。えい、これ倒したい。おい、ウズワイトボー、いけるか。よし、オッケー。いや、いつきつねえな。おー、あれが噂のサンズリバーね。おい、オッケー。よし、無事クリア。オラたち頑張ったよ、神様守ってけろ。はい、まあ録画ミスとかなければ早めに終わったんだけどな。よし、 OK、 達成。料理作んの？あざーす、かわいい。ということでこの後ね、エンディング入っちゃうんで、今回はここで締めたいと思います。次回も、まあ、気まぐれでキャラ使っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。またね。